自分の影を追いかけていた彼の子供もまた影をなぞっていたのかもしれない。将来彼の子供がこの映像を見た時、再び自分の影と出会うのだろう。彼はそれはまるで未来を思い出すようだとつぶやく。これは彼の祖母。パンデミックによって頻繁に会えなくなる前の祖母がまだ一人で歩くことができていた最後の光景。祖母はもう歩くことができない。隔たった距離と時間、手元に残ったわずかな記録を見ながら、彼は思い出の機能について考え続け、彼がなぞった線を消す。痕跡だけになっても運動は見える。忘却か、それとも予兆か。これが祖母と会った最後の光景になった。再び西脇潤三郎。過去は現在を超えて未来に突き出る。